にょ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 、ブロッコリーにょ。エルシオール、クロノドライブを開始します。クロノスペースに突入しました。艦内各部、異常なし。今回は、だけどな、クロノドライブ中は安全だからといって気を抜くんじゃないぞ。はい、お疲れ様でした。いってらっしゃい、マイアズ司令。そうか、それじゃあその働く意欲を存分に満たせる仕事をくれてやろう。士官学校からの腐れ縁ってだけだろうが。マイヤーズ司令とクールダラス副司令って同じ学校だったんですか？ねえねえココ。私どう考えてもクールダラス副司令の方が司令官に向いてるような気がする。うん、それは私も同感ね。俺よりもタクトの方が司令官に向いてるよ。神輿として担ぎがいがあると言った方がいいかな。そういうものですか？ま、お前らもそのうちわかるさ。タクト、お前も誰かを担ぐよりは周りから担がれた方が楽だろ。ほらな、こういうやつなんだよ。というわけで、気持ちよく担がれたかったら司令官らしい仕事をしてもらおうか。実は艦内の物資が不足がちになってきていてな。水や食料、生活雑貨といったものはもちろんだが、弾薬や装甲板といった物資も安心できる量とは言えなくなっている。エルシオールには物資を管理する部署を作っていなかったもので、ブリッジで要望を受け付けていたんです。でもこの頃私たちも本来の仕事だけで手一杯で。そこでお前の出番だ。艦内を回って物資の状況を把握してきてくれ。頼んだぞ。あと1時間ほどでクロノドライブが終わるから、それまでにできる範囲で構わん。あ、タクトさんだ。こっちです、こっち。お疲れ様です。お先にお食事をいただいていますわ。タクトさん、これからご飯ですか？うわぁ、大変なんですね、司令官って。昼休みに遊べないで、食事が終わったらすぐに仕事に戻るなんて。まるでバリバリな商社の営業マンみたいです。そう考えると、なんかかっこいいですね。どうして営業マンなんですの？忙しいお仕事は他にいくらでもありますよ。昨夜ビデオで見たドラマに出てきたの。ドリンク剤を片手に24時間頑張るとってもいい人なのよ。
一生懸命に頑張っているからといって素晴らしい人格の持ち主とは限りませんわ。合法的に他人を騙すことに一生懸命な方も少なからずいらっしゃいますもの。でもファクトさんは人を騙したりなんかしませんよね。またまたファクトさんったら冗談ばっかり。あ、それより早く頼まないと食べるものがなくなっちゃいますよ。ごめんね、今日はもう品切れなのよ。本日のデザート盛り合わせなら残ってるけど。最近食料のストックが心もとなくなってきてね、いつも余った分を捨ててるのがもったいないから今日はギリギリしか作らなかったのよ。今更怒ってもしょうがないわよ、司令さん。また夕食の時間に来てちょうだい。それから何かと大変だとは思うけど、そろそろ補給してもらえると助かるわ。どうでした、タクトさん。いいメニューが残ってました？これが本日のデザート、虹色ゼリーの盛り合わせですわ。虹の七色の彩りが美しいでしょう。まあ、そんなにお腹が空いていらしたんですの。食事を抜くのはよくありませんわ。よろしければ、私のゼリーを一口召し上がりませんか？どうぞ。はい、あーん。遠慮なさらずに、さあさあ、どうぞ。私はいかがですか？大丈夫ですか、タクトさん。美味しいでしょう。七色の合成着色料と人工甘味料が生み出す絶妙かつ不可思議なハーモニーは絶品ですわ。天然果汁も 1% だけ入っておりますわ。色はとっても綺麗なのよね。今までにこの虹色ゼリーを全部食べきったのはミントだけって話だし。本当にすごいお味ですわ。こんなお菓子を食べられて私はとても幸せです。でも困りましたわね。この虹色ゼリーもいつまで食べられるか心配になってきましたわ。物がなくなってくると不自由しますもんね。そのせいか最近みんなイライラしてるような気がします。そういえばさっきシャワー室でランファさんが何か叫んでいましたわ。あれは何だったんでしょう。あー、もう最低。こっちもちょうどよかったわ。ねえタクト、シャワー室の水の出方が悪いのよ。
を洗うのにすごい時間がかかっちゃったわ。おかげでこんな遅くなっちゃった。しかもシャンプーを切らしててボディーソープで髪を洗わなきゃいけなくなって、私の大切なキューティクルがピンチだわ。あんた司令官なんだからなんとかしてよね。女の子が困ってるのよ。ランは、それじゃあタクトさんが雑用係みたいだよ。何言ってんの。部隊内のあらゆることに気を配るのが司令官の仕事でしょうが。じゃあ早速シャワーをなんとかして、それとシャンプーの替えも今すぐ速攻で5秒以内に。給水制限？シャワーや顔を洗うのも時間制限付きになったりするんですか？なんですって？出撃やトレーニングの後に汗だくのままでいろっていうの？お料理とかどうしよう。お鍋やお皿も洗えないし、お野菜も洗えない。でもらったクレーパックやトリートメントだってまだ試してないのに。まあまあ、お二人とも落ち着いてくださいな。まだそこまで給水制限が実行されると決まったわけではないでしょ。当たり前よ。私の美貌を維持するにはすごい努力が必要なのよ。お腹の虫が鳴いてるよ。分かってるわよ。だから食堂に来たんじゃない。いいメニューは残ってるかしら。どうもこうもないわよ。みんな品切れだって。お目当てのホタテと香菜のオイスターソース煮も南国風レッドカレーも日替わりランチでさえ何にも残ってないなんて。ミルフィー、あんたの前にある空っぽのお皿、それってホタテと香菜のオイスターソース煮？美味しかったよ。ちょうど最後の一皿だからっておまけで大盛りにしてもらったの。そう、最後の一皿大盛り。いいわよね。あんたは運が味方してくれて、いつもあんたはそうやって美味しいところを目の前でかっさらっていくのよ。なんかいきなりどうしたの？いきなりじゃないわ。最初にミルフィーと出会った時からずっとそうよ。あの時遅刻しそうなミルフィーに付き合ったせいで道に迷ってパイロット養成学校の入学式に遅刻したわ。そのくせ途中ではぐれたあんたはちゃっかり間に合ってたじゃない。そんなこともあったね。懐かしいな。とはいつも一緒で、ずっとミルフィーとはコンビのように思われて、その上尻拭いはいつも私に回ってくるのよ。あんたと一緒にいるばかりに私はいつも迷惑してんのよ。ランは、お腹が空いてイライラしてらっしゃるのでは。そんな時は甘いものを食べるとよろしいかと。この虹色ゼリーはいかがですか？いや、それはさすがに遠慮しとくわ。
ういう問題じゃないわ。きっと次の夕食もメルフィーが最後の一皿を取って私は何も食べられないんだわ。私帰る。あ、待ってラファ。私ラファに嫌われちゃったのかな。くそ。タクトさん、ミルフィーさんのことは私に任せてくださいな。どういたしまして。でもきっとラーファさんもつい勢いで言ってしまったことだと分かってらっしゃいますわ。何？お説教でもしに来たの？まあね、ミルフィーはいつも主席で、私はいつも次席。結局ずっとミルフィーを抜けなかったわ。あんたね、威張れることじゃないわよ。副司令が主席？っていうか、あんたたちも同じ学校だったの？学生時代からの縁で、社会に出てからも面倒を見続ける。どっかで聞いたような話ね。ふぅ。星回りって無情よね。別にミルフィーが嫌いなわけじゃないわ。嫌いなのはミルフィーに八つ当たりしちゃう私自身の方かも。あ、まあその別にいいじゃない、そんなこと。何にせよさっきは私も言い過ぎたわ。あのおバカに当たってもしょうがないのにね。当然でしょ？この私がいつまでもうじうじしてるわけないじゃない。さ、せっかくティーラウンジに来たんだし、ケーキ漬けに何か食べるわよ。ほとんど売り切ればかりでろくなのが残ってないわ。しょうがないわね。コンビニで何かお腹の足しになるようなものを調達してくるわ。あら、タクトさん、また鉢合わせしましたわね。ラーファ、あたし、お菓子の材料を買いに来たの。この前、美味しそうって言ってたシナモンパンに挑戦するんだ。あ、あのパイ作ってくれるの？楽しみだわ。うまくいったみたいですわね、タクトさん。お礼には及びませんわ。タクトさんは上官として当然のことをなさったのですから、私が従うのも当然です。何何？何の話をして
ってるのよ、二人とも。ちょっとした世間話ですわ。売り切れてる。これじゃあシナモンパイが作れないよ。なんですって、せっかく美味しいパイが食べられると思ったのに。何も食べ物がないと分かったら途端に目が回ってきたわ。私もうダメ。どうもすいません、今倉庫から品出しをしているところなんですが、あと 2,3 時間はかかります。パンがなければお菓子を召し上がればよろしいのですわ。私の部屋に駄菓子の買い置きがございますの、よろしかったらそれを召し上がってください。自動販売機ならまだ売り切れじゃなかったような気がするわ。ご安心ください。油で揚げたものとかお砂糖たっぷりのお菓子が多いですから、バッチリ栄養補給になりますわ。いいわよ、これ以上お腹が減るくらいだったら何でも食べてあげるわよ。じゃんじゃん持っていらっしゃい。お役に立てたようでよかったですわ。いいえ、困った時はお互い様ですわ。これから館内に視察に行かれますの。では私もご一緒しますわ。ええ、他にすることもありませんし、お手伝いしますわ。物資の必要量や価格の見積もりも心得ておりますし。はい、では参りましょう。おや、司令官殿にミントじゃないか。こんなところで何してんだい？こんにちは。なんだお前さんもかい。けど缶ジュースは私たちが買った時点でみんな売り切れになっちまったよ。さっき補充をお願いしたところです。本当ですわね。コーヒーはそのまま流れてしまったんでしょうか。もう一度試してみてはいかがですか。考えててもしょうがないだろう。そんなにコーヒーが飲みたいなら何とかしてやろうか。方法はいくらだってありますわ。その通りです。承知しましたわ。では少々お待ちください。自動販売機の前でお金を取り出したらすることが決まってますわ。まだ終わりではありませんわ。もしもし、ミルフィさん、申し訳ありませんがホールまでご足労願います。
よ。どうしたの？わざわざありがとうございます。お願いがあるのですが、よろしいですか？いいよ。何？そこの自動販売機のコーヒーのボタンを押していただけません？こう？コーヒーが出てきました。なるほど、こういう手があったか。こいつは思いつかなかったね。なんだかよくわかんないけど、これでいいの？ええ、大変助かりましたわ。ありがとうございました、ミルフィーさん。どういたしまして。じゃあね。はい、タクトさん、お望みのコーヒーですわ。いえ、お気になさらずに。自動販売機の管理元に請求しますから。あら、よく見たらお砂糖が切れていますわ。タクトさん、ブラックでもよろしいですか？補給？そのうち補給があるのかい？そいつは助かるね。じゃあ何かないか考えておくよ。わかりました。検討します。はい、わかりました。フォルテさん、バニラさん、私たちは物資状況の視察がありますので、これで。はいよ、いってらっしゃい。確かにコンテナはたくさんありますけど、中身は空っぽというものも多いでしょうね。あら、向こうにランファさんがいらっしゃいますわよ。大きな声出さないでよ。ちゃんと聞こえてるってば。それで、こんなところで何をなさっていますの？これの品出しを待ってるのよ。これって多分宇宙コンビニの食品コンテナよ。だからここで店員が品出しに来るのを待ってて、一番に売ってもらうの。お腹空いてるから頭に血が昇って回転が早いの。あの、私にはこれが食料品のコンテナだとは思えませんが。もし食料品だとしたら、鮮度を保つために冷蔵か冷凍保存されているはずですわ。でもこのコンテナにはその装置がありません。ですが、ランファさん、やはりここで待っていても無駄なのでは。タクトさんはどう思われます？そうよね、わかってるじゃない、タクト。生存競争はいつも過酷で厳しいのよ。宇宙
コンビニでのんびり待ってたりしたら誰かに先に取られちゃうのよ。お二人の意見が一致しているのなら私は何も申しませんわ。それではタクトさん、次の場所へ参りましょう。肥料が少なくなってきたために節約してるんだと思います。公園とはいえ閉ざされた船の中ですからね。定期的に人の手で養分を追加してあげないと環境を維持できないんですわ。お願いします、タクトさん。直接戦いには関係ないですけど、自然の植物を見るだけで心が和みますから。もしうまくいかなかったら、その時はまた私の買い置きのお菓子をご馳走いたしますわ。ありがとうございます。ちゃんと補給して材料いっぱい買いましょうね。あら、この前ケーキはオーブンの故障で作れなかったのではありませんの？わかりました。タクトさんたちも視察頑張ってくださいね。ああ、ちょうどいいところに来てくれたね。ちょいと話があったんだよ。そうそう、実は弾薬が残り少なくなってきてさ。いや、紋章機の弾薬じゃなくて、私がここで撃つための弾さ。クーデターが起きて脱出した時は急いでいたもんだから、あまり弾薬を持ってこれなくてね。そろそろ補充しときたかったのさ。とりあえず45口径の1000発だろ。ああ、これは鉄鋼弾が800に、炸裂弾が200で、あと 7.62mm ライフル弾が1200発、それからショットガン用の12番ゲージ3弾とスラグ弾をそれぞれ500ぐらいずつに。当たり前だろ、他に誰が使うってのさ。ですが、それだけの量を、しかも火薬を使う弾となると、もし民間から調達することになった場合、かなりの金額になりますわよ。いいじゃんか、それぐらい。訓練に使うんだから必要経費だろ。ホルテさん、私たちはエルシオールという組織の一員なのですから、その輪を乱すようなことはいけませんわ。まあ、複数人が統一した意見として何かをしようとするならば、その限りではございませんか。あは、複数人でね。しょうがないね、分かったよ。それじゃあ
希望はなるべく絞って後でブリッジに送っとくから。それでは失礼いたしますわ。あら、マイヤーズ司令、ひょっとして補給の件かしら。お話はバニラから聞いたわ。今のところは大丈夫だと思うわ。ちょうどその話をしていたところだったのよね、バニラ。はい、患者があまり出ていないため、薬品や医療器具は現在ある在庫分で問題ありません。それは良かったですわ。医療施設が機能しなくなっては大変ですものね。ただ、強いて言えばコーヒーがちょっとね。普通の飲むコーヒーのことよ。私、豆はロンビコナ成形さん、焙煎はフルシティと決めてるの。でも、ここに乗り込むときに持ってきた分は飲み尽くして、ティーラウンジから買っていた豆も昨日で売り切れちゃったから困ってるのよ。先生が飲むコーヒーの量は1日平均 13.7 杯です。それは困るわ。なるべく早く補給してもらえないかしら。私、あれを飲まないと集中できないのよ。私もコーヒーがいいです。先生の分も購入してください。まあ、バニラってば。抱きしめて頬ずりしてあげちゃいたい。いえ、コーヒーにしてください。ナノマシン、そういえば少し足りなくなっていました。最近尻尾の先が少し短くなってきたのです。短くなっています。ありがとうございます。ではタクトさん、次の視察場所へ参りましょう。他にも何か必要そうな品がございましたら、ブリッジまで連絡してくださいね。まとめて注文いたしますので。あ、マイヤーズ司令にミントさん、どうされたんですか？今、艦内の物資の状況を確認していますの。足りなくなりそうな物資はございませんか？ありがとうございます。装甲や交換部品の予備がそろそろ心配になってきていたところでした。とりあえず必要と思われる資材をリストアップしておきます。あ、そうそう、後で報告書を提出しますが、先日エルシオールに侵入した機械の解析はほぼ完了しました。やはりあれは偵察プローブの一種でした。入力された映像データに合致する目標を探索するのが主な用途です。司令の
の階級種を識別したんだと思います。広告軍の大佐以上の階級を持つ者の姿に偽装するプログラムになっていました。それでプローブが探していた目標とはどんなものでしたの？おそらく芝王子です。プローブに登録されていたサンプルデータから10歳前後の子供を探していたようです。芝王子は白き月からほとんど出たことがありませんから、さすがのエオニア軍も映像を入手できなかったのではないでしょうか。そうでしょうね。断片的な資料から現在の姿を想像し、それに近いデータを合成したと思われます。そういえば補給に関することで一つ確認したいことがあるのですが、申請する品物の中には娯楽品を入れてもいいでしょうか？それはちょっとお耳を拝借してよろしいですか？あのリッキー君の新曲を買いたいんですけど。もちろん自費でも買います。視聴用とその予備と保存用とサイン用と周囲への宣伝用に全部で5枚。でも仕事場用にもう1枚欲しいんです。指令はリッキーじゃなくて、音楽が人間の脳に与える大脳物理学的効用がどれほどのものか分かってらっしゃらないんですか？要するに音楽を聴くことによって作業効率が大幅にアップするということです。そもそも紋章機のヘイローも何を言うんですか、関係大ありです。まあまあお二人とも落ち着いてください。まずタクトさん、クレイトさんが要望を出す分には構わないのではありませんか？では申請していただきましょう。クレイトさん、その欲しい品物とは何ですの？今ここでリストに加えておきますわ。陸！あら、どうなさいましたの？品物の内容をなるべく詳しく具体的になぜ必要なのかを教えてくださいませ。あ、いえそれには及びませんよ。よく考えたらどうしても必要不可欠ってものじゃありませんから。それではまだ仕事が残っているのでこれで失礼します。エルシオール、ドライブアウトしました。各員は通常シフトに移行してください。はい、お供しますわ。戻ったかタクト、それでどうだった？もともと贅沢な環境なんだから少しくらい足りなくなっても問題ないと思うんだな。こっちにも要望が届き始めてるが、本当に必要なのかって思うような品も多いな。俺が軍隊ならもっと倹約してるぞ。いずれにせよ補給はしなければならないのですから、
早いに越したことはありませんわ。エオニア軍に追われている身としてはなるべく物資調達に時間をかけたくないしな。そもそも調達先のあてもない。情報によるとこのトルミナ星系のほとんどはすでにエオニア軍の支配下にあるとのことです。それでは広告軍と連絡を取ることはできそうにありませんわね。そんなことをしたらあっという間にエオニア軍に傍受されて一巻の終わりだな。商船がエオニア軍に通報しないとも限らないし、相手が取引に応じてくれるならシャトヤン様からお預かりした金塊が使えるんですけど。相手次第か。逆にローム星系に着くまでに手持ちの金塊を使い果たせばもう補給はできない。ぼやいてる暇があったら何かいい手を考えろ。あの、私その条件を満たす商船内に一つ心当たりがございますわ。ええ、まあ。この星系にはブラマン首相会の外相営業部がございますの。暗号通信回線のパスワードもお教えいたします。そいつは好都合かもしれんな。こっちに会長の一人娘がいると分かれば通報される可能性も減るか。まあ心配はしていると思いますけれど。ですが私が紋章機のパイロットである以上はそうした危険がつきものであると家族も承知しているはずですが。ましてや父はブラマンシ財閥の総帥としてさまざまな苦境を乗り越えてきましたもの。これぐらいで動じる人ではありません。ミントさんを助けてくれたお礼にって物資を安売りしてくれる可能性もあるんじゃないですか。あるも、それは都合が良すぎるんじゃない。人のいい八百屋さんならともかくブラマンシュの商人はやり手って評判よ。そうなったら助かるなって言うだけよ。人が好意を示してくれたらそれを受けるのも礼儀ってもんでしょ。ここわかりましたわ。私の無事を伝えるだけならば問題ありませんわ。きっと。私鬱陶しそうに見えましたか。いいえ、ご心配なく。そういったことではございませんから。了解。じゃあ通信を開始するぞ。まもなくブラマン首相会とのランデブーポイントに到着します。けどよく向こうも応じたな。こっちの名前は明かせないなんていう客普通は怪しいと思わないか。ま、こっちとしては無事に補給ができればそれでいいんだが。いえ、今のところ順調な。あ、発
リガーから通信です。こちらハッピートリガー、今のところ異常なし。はいよ。ところで一つ聞きたいんだけど、この取引を持ちかけたのはミントかい？ミントが自分からね。いや、ちょっと意外だったもんでね。それだけ物資の状況が深刻だってことかね。実家だからさ。いや、これは私の口から言うこっちゃないね。それでいい。刺してやるだけで十分さ。この先のエリアから SOS だ。橋本は、ありゃ、ブラマンシュ紹介だって？こちらでも救難信号をキャッチしました。現在、所属不明の艦隊から攻撃を受けて逃走中とのことです。戦闘の状況を確認しました。紋章機にもデータを転送します。いや、所属不明じゃないよ。この解析データからすると、相手は例の無人艦だ。連絡に使ったのはブラマンシュ専用の暗号回線だぞ。すると商船団の動きが察知されたのか。第一戦闘配備だ。ヘルシオール、全速前進。Thank you.